アベンジャーは、クライスラーが製造、ダッチブランドで販売していた自動車である。七代目三菱、ギャランをベースとし、三菱自動車工業とクライスラーの合弁会社である、ダイヤモンドスターモーターズで生産された。ダッチブランドのほかクライスラーブランドでは、姉妹車の、セブリングとして販売された。また、クライスラーの別ブランドである、イーグルで販売された。 テインともコンポーネントは共通であった。2000年にモデルチェンジした際にストラトスとなり、アベンジャーの名は一時消滅した。ストラトスに代わる新しいセダンとして2008年型から登場。クライスラー JS プラットフォーム及び、クライスラーオリジナルの V6.27 リットルと V6.35 リットル、ヨーロッパ向けには、 VW 製の時期 4.20LD ゼルターボを用意。これは、ジャーニーと同じ構成である。最終型では、V6.35 リットルに変わり、V6.36 リットルが用意された。生産は、ミシガン州、スターリングハイツで行われていた。日本国内における正規ディーラー車としては、AA5 周仕様と同じ、右ハンドルの V62.7 リットル SXT グレードのみが、 販売されていた。なお、日本仕様にあっては、本国ではオプションで選択されるサスペンションやブレーキ、トラクションコントロールなどもろもろの装備が与えられ、本国の上級グレードにあたる R、T に相当する内容となっていた。また変速機は、本国仕様には存在しない、オートスティック付き 4AT で、マニュアル操作が楽しめる。アメ車にしては珍しく、プレミアムガソリン指定。 発売当初ナビゲーションなど、フル装備の SXT グレードだけの展開であったが、翌年より廉価版として、ナビゲーションシステムを省略した、SXT ベーシックと名乗るモデルも登場した。2009年に、クライスラが連邦倒産法第11章を申請したことにより、2010年以降のモデルの輸入が凍結され、日本国内では、 他のダッジ車を含め正規輸入は2009年式を最後に中止された。また、日本における正規輸入のダッジブランドも3年で終了した。その後、本国では2011年式で内外装のマイナーチェンジがあり、3.6リットルのペンタスターエンジンと2.4リットルワールドエンジンのみの展開になった。モデル末期でもフリート販売中心に比較的好調であったが、 2014年モデルをもって製造・販売を終了した。後継はクライスラー200やダッジートが相当する。メキシコではパトカーとしても採用されている。アベンジャーは英語で敵討ちをするものを意味する。ありがとう